セロに与えられた次なるステージは夜の六本木。ここでセロ以外の人々の力を引き出し、不思議な現象を引き起こすことができるかというさらなる難しいテーマをぶつけた。するとセロは客のいる店がいいと提案。そこで急遽スタッフが店に交渉、了解を得た。突然すいません、はい、ちょっと見ていいですか。あ、どうぞ。 Thank you。 聞いてません。突然のセロの来店、驚いた客の視線が一気に集まる。 How about here? Excuse me? ここの席は空いてますか。 Actually 実は今日皆さんにちょっと変わった現象をお見せしたいんですけど、皆さんもしよかったら客たちも興味津々。ちょっとセロは自分を囲むようにと店内の客を集めた。 Please come。 大丈夫ですよ。360度客の視線に取り囲まれるというごまかしのきかない難しい状況をあえて作り出したセロ。そして始まった。すいません、小銭持ってますか。小銭 anybody ありますか。 All right、let's see。 じゃあこの500円玉これいいですか。これお借りしていいですか。皆さん、これからこの500円玉を使って時空を超えた技をお見せします。 Watch。 今ガラスの上に500円玉を置きましたですね。これからこのガラスの上で信じられないものをお見せします。まずは僕の手です。何もありません。左手を下に乗せます。見えますね。この辺にコインを置きます。そして上から僕の右手をかぶせます。セロが500円玉にそっと手をかざしたその時、なんと500円玉がガラスを通り抜けた。500円玉はガラスを貫通してしまいました。今度はこの500円玉ではなく、もうちょっと大きいものを使いましょう。例えば、塩コショウ。500円ではなく紹興酒。意味わからない。大丈夫、今から説明してあげる。 What's your name? 渋谷。渋谷さん、今度は紹興酒選んでください。どれか。じゃあどうぞ、ここでちょっと持ってください。Salt の入れをテーブルの真ん中ちょっと叩いてみてください。丈夫ですよね。今度そのまま下に持ってきて、下で同じようにトントントンって叩いてください。大丈夫ですよね。では皆さんよく見てください。Here we go。 塩の瓶をガラスの下で持たせたセロ。その直後だった。セロの手がゆっくりとガラスに入っていく。さん、なんか感じますか。なんか感じますか。触られてますか。渋谷さん、手をゆっくりと離してください。怖い。ゆっくり離してください。客が手を離したはずの塩の瓶が浮いている。何が起きているのか。Watch. よく見ててね。なんと塩の瓶がガラスを通り始めた。
この現象誰でもできます。一人一人できます。すみません、What's your name? レイナです。レイナ、 And what's your name? ヒサエです。ヒサエ、レイナさん、せっかく500円玉をお借りしましたので、これから同じ実験をこの500円玉でやってみません？大丈夫です。 OK、 じゃあヒサエさん、2人でやりますね。ヒサエさん、右手をテーブルの下に置いてください。で、真ん中あたりにペタッとガラスにくっつけてください。その辺でいいですか？では500円玉を手の上まで乗せます。レイナ、左手をこういう感じに持ってきて、同じように手をここに置いてください。こういう感じです。 OK、 でしっかりここ手を合わせてイメージをしてください。想像をしてください。ガラスの上からコインが通り抜ける想像です。 Ready? Go! Do you feel the power? パワー感じますか？感じてる？感じてる？もうちょっと。レイナさん、ゆっくり手を外してください。Congratulations. おめでとうございます。コインは通り抜けました。ヒサエさん、お願いします。コインの下から取ってください。どうぞ外してください。あれ？あれ？なに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 ？コインさん、取ってください。500円玉がガラスに埋まった。何これ？ You know what? ちょっとパワー不足なので、この500円玉はガラスの間で止まってしまいました。ちょっとこれは初めてなので、オーナーさん、はい、記念に残してもいいですか？触ってみていいですか？どうぞ。これ取れませんでした。もう残していいですか？いや、お願いします。ぜひぜひ。 All right、 これが僕の時空を超えた現象です。ぜひこの六本木の店に来て自分の目で見て確かめてください。